皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は大人気の間違い探しを5問出題します。解いた感想をぜひコメントくださいね。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててください。回答時間は90秒です。それでは早速始めましょう。1問目です。押し入れが整理されているイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目はこの荷物の向きが横になっていました。収納上手ですね。2つ目は布団が小さくなっていましたよ。そして3つ目は戸のこの部分が太くなっていましたよ。気づきましたか？間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。2問目です。リモート塾の撮影のようですね。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目はビデオカメラの持ち手が反対になっていました。2つ目はライトのこの部分が大きくなっていましたね。そして3つ目はネジの位置が変わっていましたよ。3問目です。
書写セットのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は紐が短くなっていました。2つ目は山という字が反転していましたね。そして3つ目は墨汁が入っていましたよ。時間内に見つけることができましたか？4問目です。粗大ごみを処分するイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目はエプロンのポケットが変わっていました。2つ目は車輪の位置が変わっていましたね。3つ目はこのゴミ袋の結び目部分が変わっていましたよ。気づきましたか？それでは最後の問題です。ハンバーグ定食のイラストです。違うところを3箇所探してください。
答え合わせです。まず一つ目は、シソの葉の茎がなくなっていました。二つ目は、お皿のこの部分が変わっていましたよ。そして三つ目は、汁碗の下が大きくなっていました。見つけることができましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。